今回は広島大学大学院史の解説を始めます。まず1番の1が、微分方程式、これですね、の一般化へ求めよう。 A と B は実定数である。この時 A と B の場合分けが必要であるとヒントに書いてあるので、まあでもこれは普通に微分方程式を解くだけで大丈夫で、まあやりますか。y イコール、例えばラムダ x と置くと、この時 c ラムダは実定数、でこの中に y を代入すると、ラムダの2乗が出てきて、ラムダ A、C ラムダ X、B の C ラムダ X が0。なので、特性方程式は、ラムダの2乗プラス、A ラムダプラス B イコール0となります。はい、じゃあ場合分けを A と B の大小関係で行いますか。A の事情が 4B よりも大きいとき、解の公式からラムダってのが2分のマイナス A プラスマイナスの A の事情マイナス 4B となります。なので A の事情が 4B より大きいので、この部分が今回は正位となるので、ラムダは全体で実数となります。例えばだからこれをラムダのプラスマイナスしようかな。プラスマイナスラムダの、まあリアルということで R を用いると、YX っていうのが、プラス C2E のマイナスラムダ RX となります。C1C2 は定数となります。でもう一つが、まあ3つに場合分けできるのか、まあいいか、まあ、とりあえず A の事情が 4B よりも小さいとき、逆ですね、逆の場合は今度はこの中身の部分、このルートの中身の a2 乗マイナス 4b っていうのが負になるので、つまり複素数になりますので、どうなるかというと、2分のマイナス a プラスマイナス、まあ例えば i を抜き出して 4b マイナス a の2乗、取れてないかな。そしたらイコール、例えばラムダ i とイマジネーションの i としましたとすると、 yx っていうのが c3 エクスポネーシャル、まあ、区別化するためにどうしようかな、まあ、あえてちょっと形を大きく変えようかなと。まあ、i の、エクスポネーショナルの i なんちゃら、ラムダ t とか、x か、x になると思うんで、この分はコサインサインに変えることができますね。オイラーの公式より。なので、例えば、コサイン、ラムダ ix、プラス、c4、サイン、
ラムダ IX とすることができます。で C3C4 は定数どうしようかな、ちょっと順番というか汚くはなるんですけど、ここに最後の場合分けも書きたいと思います。3番が A 事象と 4B がイコールの時、ラムダっていうのが2分のマイナス A となります。なので答えが yx イコール c5 エクスポネーシャルマイナス2分の ax プラス、まあ、例えば線形結合 x の、まあ、10回も続けば、まあ、x の 1次の部を線形結合すればいいので、このようになります。C5C6 は定数となります。まあこの3つの場合分けをすれば大丈夫だと思います。A 事象が 4B より大きい場合、ちっちゃい場合、でイコールの場合。まあ1、2、3はそれぞれ、これの場合だったら実数なので加減数ですかね。こんな感じのグラフになって、この場合だったら減衰振動するので、例えばまあこんな感じ、これは加減衰なので一番低く下がる、まあ、こんな感じとかがあると思います。はい、1番の1はまあこんな感じでできると思います。はい、2番が微分方程式 y'x イコール x エクスポネンシャル x 乗マイナス yx をy が0の、x が0の時に y が0の初期条件のもとに解き、その解 yx を xy 平面上に図せよという問題です。なのでまずは微分方程式を解こうということで、まあこの形を見たら、とりあえずはエクスポネンシャルの -yx をとりあえず左辺に持ってきて、まあ、おそらく変数分離する形なので、まあ、e の y、ちょっと分かりやすく dydx って書いて、でもこの形が見えたら、もうあとはこっちに x が固まっているので、こっちを x で積分、こっちを y で積分すればいいので、まあ、詳しく書くと、dydy イコール、x エクスポネンシャル x 事乗 dx で、そうすると積分e の y ってのが、これは x が前に出てるから e の x の2乗の微分が2の xeax 2乗なので2が出てくるので2分の1 e の x 2乗プラス c なので、一応答えはy イコール自然対数ログの プラス c となります。で今回 y が0の時0なので、x が0くさせ x が0の時0なので
ログ C 答えがこのようになって、で、まずは、Y0 の時は0なので原点を通る。あとは、これは偶関数かな。X 次乗なので、X にしてもマイナス X にしても同じなので、まあ、対称である。偶関数である。と、あとは増減表ですかね。増減表を微分してみると、プラス1の 2xe の x 次乗 x イコール0で、まあ、増減が分かれるけど、偶関数なので上がるってことか。だからまあグラフ的にはこんな感じになりますかね。まあ一応図示すると、XY、 おそらくこんなグラフになると思うんですけど、で、偶関数なので今回はこうなりますね。はい、以上になります。